じゃあ早速始めさせていただきたいと思います。本日はですね、令和2年度メディア芸術アーカイブ推進支援事業という文化庁が、出している事業で、中島港 VIC を基軸としたビデオアート関連資料のデジタル化レコード化という事業を、採択しまして、その事業の一環として、ディスカッションをしたいと思っています。で、このディスカッションのタイトルはですね、制作現場とアーカイブというものです。で、今回ですね、参加してくれる、登壇してくれる方を一番最初に、簡単に紹介させていただきます。で、僕が、慶応アートセンターでアーキビストをしています。そして、手塚さんの、持たれていた VIC の資料、そして中島光さんの資料などを整理しております。慶応アートセンターで。で、中島光さん、ちょっとだけ、はいとかっていう感じで。中島さん聞こえます？はい、聞こえます。はい、はい。中島光さんです。中島光さんはですね、アニメーションの作品からスタートして、その後、写真の記録ですとか、ビデオアーティストとして活躍されたりですね、著述家としても活躍されたり、あとは、ビデオアースという運動体を1970年から組織されてたりとか、非常にこう多面的な活動をされている、作家で、今でも現役でバリバリと作品を作ってらっしゃいます。代表的な作品にマイライフという、自らの性を、ドキュメントして、それがおよそ、まあ、現在50年分ぐらいあるんですけれども、それらを約1時間ぐらいに縮約したような作品を作られています。で、次に、手塚一郎さんです。背景に VIC とありますけれども、1972年に VIC を、まあ作られて、設立されて、で、実は現在の VIC、株式会社ビデオインフォーメーションセンターという、組織、企業の代表をされていらっしゃいます。ハモニカ横丁の、再生の立役者でもあります。でですね、ケーブルテレビの実験、非常にこう初期の面白い実験をパラビジョン10という、名前なんですけれども、されたりしています。後ほどまたそのお話なんかも伺いたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。中川、次に陽介さん。中川陽介さんです。中川陽介さんはですね、自らまかなった電力製造展を行うスタンドアローン、2014年の作品ですね。や、美術館の改装の様子を記録して作品化した、ここは閉じている、などを、作られています。2015年の作品です。美術作品の記録、調査、保存、展覧会、カタログの制作なども手掛けていらっしゃいます。メディアに関して非常に深い知識をお持ちで、アートセンターでもですね、その保存やそのマイグレーションやですね、展示に関していろいろご相談に乗っていただいたりしています。次に、飯田豊さんです。本日はですね、オブザーバーとして参加していただこうというふうに思っています。立命館大学産業社会学部准教授です。ご専門はメディア論、メディア技術史、文化社会学で、メディアの技術的な成り立ちを踏まえて、これからのあり方を構想するということに関心がある。そして、歴史的な分析と実践的な活動両方に取り組まれていらっしゃいます。で、最近の関心、まあ、後でご自身から少しご説明あると思うんですけれども、CATV にとても関心を寄せていらっしゃって、まあ、それがご縁になって、今回、こういう形で、この企画に、参加していただくことになりました。で、ここに書いてある3つのブロックで、今日の、ディスカッションを進めていきたいと思っています。まずですね、今日 そのディスカッションのタイトルは制作現場とアーカイブというものです。で、1ブロック目の制作現場という、テーマのと
ところはですね、中島光さん、そして手塚一郎さん、中川陽介さん、飯田豊さん、そして慶応アートセンター僕という、まあ、5つの場所をですね、つないで、それぞれの場所から、まあ、それぞれの場所を中心的に制作の中心としている、人たちがつながって、制作現場というもの、そしてそれとアーカイブについて考えるということをやりたいと思います。具体的にはですね、それぞれの、アトリエからですね、それぞれのアトリエがどういうものなのかということを、まあ、スタジオからどういうものなのかということを紹介しながら、少し質問なんかも投げかけながら考えていきたいと思っています。各人15分ぐらいずつで、中島光さん、手塚さん、中川陽介さんの順でいきたいと思っています。2番目のブロック、このテーマ、ソフトミュージアムとビデオアーカイブというテーマなんですけれども、こちらはですね、1974年に手塚一郎さんがですね、発起人となって企画された企画で、実現はされなかったんですけど、これ自体直接は。ただですね、非常にこう、現在の、動画を、取り巻く状況をこう予見するような企画でして、まあ、簡単的に言ってしまえば、ビデオの博物館、そのまんまかもしれないですけど、を構想されていた、ネットワークを構想されていた。で、これとそのビデオのアーカイブというのをどういうふうにすればいいのか、どういうふうにこれからなっていくのか、のことを考えられたらと思っています。で、第3ブロック、このテーマはですね、ビデオアーカイブと CATV と現在のビデオ動画配信サイト、これはですね、2の、テーマとも連続しているんですが、ビデオのアーカイブっていう問題、つまり、ビデオによって、単に情報を蓄積するというだけではなく、その情報を介してですね、人と人と、組織と組織、組織と人なんかをですね、ネットワークしていく、まあ、新たなネットワークを構築していくっていう問題の中に、その1970年代、やっぱりどうしても避けて通れない問題として、CATV、ケーブルテレビの問題があると思うんですけれども、それとケーブル、ビデオのアーカイブとケーブルテレビの問題、そして一見ですね、状況としてはそれらが実現されたかのように見える、例えば YouTube ですとか、Vimeo ですとか、ニコニコ動画ですとか、まあ代表的な動画配信サイトありますけれども、それらというものが、まあどう違うのか、どう似ているのか、まあ今後どういうふうな展開が、まあ望むべき展開なのかなどをですね、考えていけたらと思っております。で、一番最初になんで制作現場っていうテーマが上がってきたのかというとですね、まあ、こういう状況下もあって直接、イベントとして公開イベントとして、お客さんにお集まりいただいて、みんなでディスカッションするというよりもこういう、まあ、ズームを介して、やった方が、まあ、安全だし、簡便だしそれでやりましょうというのが一番最初のプラクティカルな理由としてあったんですけれども、でも実はですね、その背景にあったのは、それぞれが日常的に、またはまあ非日常的な場面もあるでしょうけれども、活動し、制作を営んでいる場所からですね、中継をつなぐことで、その制作現場とその制作主体を共に記録すること、ドキュメントすることができるんじゃないか。また同時に制作するという行為と、まあ、制作現場について考えられるんじゃないかと思い、こういうことをしたいと考えました。で、制作現場、つまり書斎や、アトリエ、スタジオと呼ばれる場所っていうのは何かこう作品が算出されていく場所ですけれども、同時にその素材として資料が算出されていく場所でもありますよね。作品まあ、焦点化されていくような素材なわけですけれども、でアーカイブというのも似たところがあって、資料が構築されていってそれらが集積されていく場所になる。でその焦点の先にあるのは、その資料の、クリエイター、まあ、制作者であるそのある作家ですね。例えば中島光さんとか、
手塚一郎さん VIC とかっていう主体や、具体的な出来事や作品みたいなものに向かって焦点化されていくわけですけれども、端的に言ってしまうと、まあ、資料が作られていく場、スタジオや、書斎では、それを、まあ、素材というふうに見ることができると思いますけれども、資料が構築されていく場として、このアーカイブと書斎やアトリエというのを、まあ、ある種こう、相似形に考えられないかということもあります。そして、もう一つはですね、戦後の、まあ、芸術、まあ、特に美術ですけれども、海外彫刻なんかは、ある種こう、恒久的に姿、形が残り続けるわけですけれども、一過性の形態を持った作品、まあ、特に1960年以降になりますけれども、つまり作品が残らない、作品群っていうのが、まあ、多く登場したりした。屋外プロジェクトとかっていうのもその典型ですけどね、クリストとかもそうですし、モノハとかもそうですけれども、でそういうものたちへアプローチしようとしたときに作品自体は残っていないので、やはり資料からアプローチするしかないわけですよね。でその資料からアプローチするしかないと言ったときに、大抵その資料というのは、いわゆるドキュメントと呼ばれるような、紙媒体であったりですね。あと、まあ、紙媒体というのは書簡や、企画書や、コレスポンですね、書簡など。そういうものたちが中心となるわけですけれども、そこにですね、書斎というもの、スタジオというものがひょっとしたら入るんじゃないか、資料の中。例えば、プルト・シュビッタースのメルツバウなんか典型ですけれども、写真だけ残ってますけれども、もう、部屋を、簡単に言うと、部屋を、まあ、造形作品として構築して、しかもそれが変化し続けるようなものとして作った、まあ、最初の人というふうに考えられます。けれども、それらは残っていない。まあ、もし残っていたら非常に重要な作品かつ資料になったと思うんですけれども、まあ、そこら辺をスタートとしてですね、その、作家の、スタジオ、書斎なんかも非常に重要な資料になるんじゃないか。で、そういう書斎やですね、スタジオなんかをテーマにした展示というのをアートセンターでは何度かやりました。例えば滝口修造の書斎に着目してですね、影どもの住む部屋という展覧会をですね、2018年にアートセンターでやったんですけど、その時は滝口修造のこう書斎をですね、書斎の写真を、まあ、使ってですね、滝口修造の書斎というのはどんなものだったのかということを考えました。まあ、滝口修造の書斎というのは非常にこう動的に時が経つごとに変化していく面白い、場所だったんですけれども、でそしてさらには1969年に中島光さんが、松沢豊の夫妻の間という、部屋自体が、まあ、それも作品の四つ葉の作品ですけれども、作品でありかつ資料の集積所であるような、場所をドキュメント、写真によってドキュメントしたんですけれども、これも、中島光さんが撮られたおよそ1500ぐらい枚ぐらいの、写真をもとに、2019年に中島光松江とか写真上の部屋というテーマで、展示したりしました。で、このようにですね、当然、部屋というのも資料の一つというふうに考えることはできると思うんですけれども、でも資料ではないというふうに、例えば言う人ももちろんいて叱るべきだとは思うんですけれども、そして資料っていうものが、どこまでも限りなくこう外縁を広げてしまうようなものだと思うので、理想的な資料の状態っていうのが、どういうものなのかっていうのは、はっきり明確に線引きできない難しさがあるとは思うんですけれども、ただですね、やはり書斎や、アトリエ、スタジオは重要な、資料、制作者の能動的な制作プロセスと結びついて非常に資料だろうと考えております。そして、もう一つの、アイデアとしてですね、このズームを使って、つまりビデオを使ってそれを、この、ディスカッション内に記録するという、目的もあるんですけれども、VIC が
1975年にですね、トキワ画廊の、トキワ画廊で行われた菅木志夫さんのですね、展示を、記録しているんですけれども、今まで僕 VIC のその記録映像を見るまで、全く違う作品に見えてたんですね。どういうことかというと、まあ、写真とセットで、大抵の美術作品、造形作品というのは、カタログ化され、紹介されていく、流通していくわけですけれども、動画で見たときに写真に写ってないものがいっぱい現れてきたんですよ。例えば、すごく細かい話ですけど、木の枝が、まあ、ギャラリー内にバーっと、一見無作為に、散らばっているような作品なんですけれども、その先にこうビニールのキャップがついてたりとかですね。あと、ギャラリー全体とその文の部分の関係性みたいなものも現れてきたり。つまり、写真の記録では、不十分な部分がビデオの記録によって可能になっているっていうことが非常によく分かったんです。関係性が現れる。なので、このビデオを介してですね、今日は皆さんご自身の、まあ、意思でご紹介していただくのは非常にこれ自体重要な資料になる、と考えています。じゃあ、ごめんなさい。ちょっと長くなってしまったんですけれども、まず中島光さんのアトリエからですね、ご紹介いただけたらと思います。すいません、じゃあ中島さん。はいはい。よろしくお願いします。井上くん、じゃあよろしくお願いします。はい。今共有停止します、ね。今、映し出されてる、井上くんが映してくれてる画面が、まさに中島さんのこうアトリエに初めにこう足を踏み入れた時の印象で、実はですね、中川陽介さんに今回の、このディスカッションに参加していただいた理由として、まあ、大きい一つの理由、まあ、それだけではないんですが、大きい一つの理由は、以前、K-Watt Centerでやった企画で、中島光さんのお部屋を写真に撮ってドキュメントするというようなことを、まあ、一緒にやっていただいたというのがあるんですけれども、その時に、まあ、僕は一番中島さんの部屋に、一番最初に入らせていただいた時の印象は、とにかく物に溢れている。もう本当にこう、壁面も天井面も床面も物で溢れているという感じだったんですけれども、じゃあちょっと、なんかこう、ディテールをその背後にあるものとか映してもらっていいですか？ノート。このアトリエはね、僕の部屋はあと2年後にね、はい、このビルが解体されてなくなっちゃうんです。だから何にもなくなっちゃって、なくなるっていうことがもう決定してるんですよ。だから僕はどっかに引っ越さかなんないので、まあ、貴重なこの空間だと思います。中島さん、ご自身はやっぱり、その、残すべきだというふうに考えますか？残したいと考えますか？まあ、これと同じようにはできないけど、引っ越してもね。うん、まあ、引っ越した先でまた違う展示の方法というか、まあ、スタイルになると思いますけども、ここはここで僕、約50の何年間住んだので半世紀の結晶なわけですよね。でここにビデオの作品もいっぱい残ってますし、紙系もいっぱい残ってますので、まあ、これを2年後にどっかに運んでまた展示するというとこですね。まあそう偶然だけどもそういうのが進行しているっていうのが面白いか、ある面で見るとちょっと悲しいか、名残を敷いてるところもありますね。この部屋をそれ自体を全くその通り再現することっていうのはもちろん不可能だと思うんですけれども、もしこの部屋をそっくりそのままどこかに再現できるとしたらそうしたいですか？ああ、一番したいですね。あ、そうですか。で僕の仏壇みたいなところあるんですよ。ちょっと撮ってください。後ろです。何ですか？あの、フクロウとですね。はい。フラミンゴが、ヘビとか、まあそういう作品
っていうか僕のイメージの根源っていうか、まあお参りするとここからいろいろな発想が出てくるっていうんで、いろんな世界中で買ってきたものをここで祀ってあるわけです。なんか中島さんのアニメーションの中のキャラクターとしてこう登場する、例えばヘビとかいますね、うんうん、あと生物学的サイクルとかにも出てきたような、こうあれは白鳥じゃなくて、どう忘れちゃったけど、違う、まあ、ピンクフラミンゴじゃなかったですけれども、なんかこう本当に鶴ですよね、鶴ですよね、うん、そうですね、鶴です。あの中島さんのアニメーションに登場してくるようなこうイメージがそこにこううごめいてる感じがしますね。うん、そうです。前はね、古い時計が10ぐらいあったんだけどね、縁起が悪いっていうのにうちの奥さんが売っちゃったんですけどね。ちなみに中島さん、これはいつから、ここのその場所はいつから使われているんでしたっけ？ここは1971年です。71年、はい、なるほど。1971年に買ったんですよ、はい、でここを売ってね、引っ越してそこをまたアトリエにしたいんです。じゃあ約50、まあ、約50年。約50年ですよね。まあ、行きたいところはね、吉祥寺なんだけど。じゃあ、高そうだからね、話を聞いてみようと。手塚さん、ぜひ。手塚君に思ってるわけです。なるほど。あとで手塚さんに、VIC ご紹介いただきますけれども、スモールの実験っていう、今もうまさにアトリエ複数のアトリエ、うんうんうん、同時にやろうみたいなことされてるんで、ちょうどいい。面白そう。ね、いいですね。ちょっとじゃあもう少し具体的なアイテム、個別のアイテム、玄関の方に行ってください。見せてください。ちょっと井上君が玄関の方に行って、いいですね。その上の写真なんですか？その上の上に。僕に見えないけど、僕に見えるようにしてください。切り替えられるのか。あ、これか。これビルビオレだと思いますけど。ビルがここに来た時に一緒に撮ったんですね。ウッディ・バズルーカっていうのも来ましたからね。うん、あ、ウッディ・バズルーカ。バズルカも来たし、ここに。アメリカのビデオアーティストはほとんど来てます、ここに。すごい。でここの修理、僕の周辺で下宿探したり、泊まる宿を探してましたね。ゲリー・ヒルもこの近所に住んでました、ね。ウッディは僕が世話して、僕がもう一個アトリエ持ってたところに住んでました。じゃあ、中島さんのアトリエ、そういうネットワークのハブとしても機能してたんですか？隣は、うん、はい。当時は結構そういうアメリカからたくさん来てましたから。僕もずいぶんアメリカは何回も行ったんで、うん、3回か4回ビルビューラーのうちに泊まりましたね。あ、うん、前でも喜んでました。寄ってくれる？この写真は、この写真、ここに大きくなんないの？これ誰だろう？大きく映る。ちょっと待ってね。はい。置いていた。はい、見えます。見えます？はい。あ、これは僕の死んだ弟です。なるほど。17歳で死んだんですよ。どちらがですか？中島さんは真ん中、どこ？僕はちょっと上に映ってる、窓からこう手を出してる。ああ、はいはい。その下のが脳腫瘍で死んだんです。うん、ああ、なるほど。これ1年後ぐらい死にましたね。なるほど。もうちょい、もう一回引いてくれる？全体、他のものが見えるように。
その下にあるのは何ですか？これはね、カナダのウェスタンフロントっていう人がクリスマスプレゼントで送ってくれた。あ、これはね、トノウチっていうね、あのコンテンポラリーの作家で僕が大好きだったパリであったんですけども、その人の作品ですね。うん、なるほど。これはテレビをね、テレビのもう使えなくなったテレビジョンを畑の周りに置いたんですけどね。いい作品ですね。これですね。いいですね。これを置いたちょっと手伝ったんですけど、この人はまあ、現代美術をやってるくせに現代美術をけなした人ですけども、まあ、そういう畑の周りにこう置いて、まあ、ちょっとエコっぽいんですけども、僕とすごく気分的とか影響を受け合った作家で、もう若くて死んじゃいましたけどね、30ぐらいで、うん、なんか通じ合う感じです。いい作家でした。あ、じゃあ井上君展覧会やったこともあります。なるほど。じゃあもう少しこう、反してください。斜め横にこう出していってください。ああ、この写真あるでしょ。写真これはね、僕が受賞した時の写真です。これはカナダのね、国際現代美術センターでね、受賞したんですよ。その時の向こうの批評家ですね、すごく有名な批評家が褒めてくれた時に誰かが撮った写真ですね。中島さんが左ですね。左ですね。はい。で、この下、ずっと下。この写真が記念すべき写真で、うん、最初にナムジュン・パイクと会った時に、パイクのインスタレーションの時に僕が撮った写真です。ここで初めてパイクと会ったんですよ。それでニューヨークに来いって言って住所をもらったんですけども、ちょっとお金がなくて行けなかったんで、はい、その後ね、また会ったら覚えてましてね、パリで会ったんですけども、また来いって言って、もうお金ないんだって言ったら20万くらいくれましたね。その講演してきたんだ、そのお金がみんなあるからこれで来いって言ってました。すごい親切。うん、すごく親切で感動しましたけどね、うん、パイクさんにお世話になって、行けばいいのにね、行かずにね、それ飲み食いしてたんです。で、パリに長くいたんですよ。なるほど。パイクさんにお世話になって。はい、なるほど、そうだったんですね。なんか、手塚さんもそうですし、中島さんもそうですけど、やっぱりパイクっていうのは、ビデオをやってる人たちとのネットワークがすごく強かったですね。手塚さんもお会いになっていらっしゃるんですよね、パイクと。ありましたね。日本に来て、シルクスクリーンの作品を作るときに、はい、なんだっけ、名前忘れちゃったの。シルクスクリーンの先生が、お前ビデオをやってるんなら、1週間ずっとパイクにくっついて撮影しろっていうので、1週間彼と一緒にいて、永遠とビデオを回しました。岡部徳造さんというシルクスクリーンの先生がいて、彼にもうちょっとシルクスクリーンを彼に習ったというか飲みに行ったわけですけど、でパイクさんとは会いましたね。とってもジョン・ケージを尊敬する、うん、まあ音楽家ですね、基本的には、ね、そんな感じです。なるほど、ありがとうございます。今ちらっと映った井上君、ごめんなさい、右、もちろん右に、さっきなんかカメラみたいなのが映ってました、ね、カメラ、これ何ですか、中島さん、カメラですか、ね、これはカメラを分解したとこです。なるほど。昔のカメラです、僕が撮影してた。なるほど。で、なかなか中身を見るってことはないんだけども、これちょっと面白そうだから分解したんです。あ、もう一回ちょっと引いてくれる？右の方に、ごめん、もう少し引いてくれる？もう少し全体が映るように。なんか面白い。ごめん、右、赤い四角い、なんて言うんだろう、
タペストリーみたいなやつの上の、そうそうそう、今真ん中にあるよ、ね、そう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 、これ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 。これなんですか？これはね、くるくる回るんですけど、円形になるんですよ、開くと。これを外してね、パッと、はい、上下に、左と左右に開くとね、丸くなるんですよ、円形に。その中に部品が入ってるんですよ、ビデオの。あ、ビデオの部品が入ってる。ああ、それオブジェで作って出展したんです、これは。なるほど、なるほど、なるほど。中島さん、あれですよね。ビデオとかテレビの廃材を使って作品よく作られてますよね。僕はビデオで意識が変わったんですよ。うん、1967、8年後にビデオを知って、それで、約55年間ぐらいでビデオが終わるわけですけども、その間を生きたんですよ、まあ、手塚君も同じだと思うけど、だからそこで生まれて滅びていくのを目撃したんで、最後はやっぱし僕のイメージとしてはその消えていくテレビメディアですね の一生を僕の一生と一緒に重ねて作品にしたいと思って制作しているわけです。なるほど。こうある種の、埋葬みたいな、ね。まあ、一種の埋葬ですから、なんて言うんだろう。だ今日もこういう格好をしてますけども、うんうん、そうだ、ごめんなさい。今、全く触れてなかったんですけど、中島さん、なんでそんな格好してるんです か、 ですか。僕はね、いつ死ぬか分かんないね、はい、もう年だから、はい。はい。だからね、死者と話したいっていうのはあるんだよ。いつも。死んだ人と、はい、うん、それの予行演習みたいにシミュレーションしてるわけですよ。すごく でこのこうやって撮ってますけども、じゃあ中島さんが呼び出そうかって時にこれ撮ってると呼び出せるんでしょう。なるほど、うん、だからこれ死者の格好をして呼び出してもらった方が、あ、死んだっていう記憶がはっきりするのでこれなくなっちゃうとね、あんましね死者のイメージないんですよ、生きてたっていう時だからだから本当はね、あの世からね、ここに入りたいんだけど、入れないじゃん。そうですね。うん、あの世テレビ局ですか？サンズの川テレビ局で入れないから。サンズの川からこっちから呼び出してても入れないけども、まあ、なんとか入れるような仕組みをこうやって生きてるうちに作っとこうかと思って、今一生懸命この、こういう死のシミュレーションですね、死生観のシミュレーション。うん、一生懸命やってるわけです。素晴らしい。そうですね、中島さんご自身前もおっしゃってましたね、そのご先祖を作るんだっていう作品っていうのは、ビデオっていうのはご先祖を作るんだっていう方されてましたよね。もうもっとダイレクトに、もう今死者を作ってるわけですよね、生きながらにしてね。そうそう、作者は入ってこないんだよみんな、すべてにおいて。だからもう作者を作った作者を入れたいっていうんで最後のもがきをやってるわけです。だから僕の娘はもう約ね43年間か5年間撮ってるわけ、息子は48年間撮ってるわけですけど、それを一瞬にして20分ぐらいで見れるわけじゃないですか。そういった彼女たちとか息子たちの一生をですね、生まれてすぐからずっと撮ってて、いやこれ誰が撮ったんだって時に、ちょっとちゃんとこういった作品を作っとかないといけないなと思って僕作ってるわけですよ。なるほど。いや、中島さん、先ほどから今のお話もそうなんですけれども、お部屋を見せていただいて一番思うのは、本当にこう記憶の集積場みたいだなというふうに思いました。いろんな人との、うん、まあ、出会いとか、中島さんご自身の、うん、まあ、個人的な体験とか、うん、そういうものがこうものとしてこう記録されているものが、まあ、なんていうんですかね、メディアがいっぱいそこにあるっていうのがいいかな、記録メディアが。だから、それこそ写真は典型的な、まあ、皆さんが認識するような記録メディアですけれども、それだけじゃなくて、先ほどの、丸くなる鉄の棒で作ったオブジェとか、そういうものも、記憶がそこにある記録メディアみたいなものなのかな、っていうふうに思いました。だから、ある種、こう、死者に中島さん自身が囲まれてるような、死後の世界に囲まれてるような、なんか、亡霊編集局って本当そのまんま、そんな感じだなというふうに思いました。
まあまあ、あの記録して残ったものはみんな亡霊なんだよ。で、作者不在なんだよ。ああ、面白い。ビデオアーティストの一番悪いのはね、作者不在で撮っちゃうわけ。それで、結局テレビ局と同じなんだよ。テレビ局のアーカイブ見ても誰が撮ったか分かんないでしょ。うん、だから結局僕は、ちょっとそれじゃあね、ちょっとビデオを作った人たちがかわいそうだと思ったんですよ。VHS 作ったけども、VHS 作った人の名前は、まあ、ある程度の業界誌には載ってるけども、うん、僕らに要するに夢を与えたわけじゃないですか、60年間。うん、パイクも同じですよ。ビデオが世界中に日本のビデオが普及したんで、パイク、ナムジンパイクは存在するわけじゃないですか。だから機材と一体なんだよ。だからそういう意味でやっぱちょっと、残しとき残さないといけないなというふうに思ったわけですね、僕は。ありがとうございます。死生観とビデオの運命というのをちょっとテーマにして作品を作ってるわけです、うん、今一生懸命。だからコロッと死んだらもう終わりだ、終わりだから、うん、死ぬ前にちょっともがきながら一生懸命作ってるっていう。でこういう作品をいっぱいね、こういう、この放火ぶりをして、うん、こういうの作ってるとね、僕はね短編でね22本作ってるんですよ。うん、で短編を22本見せるチャンスがないんだけど、こういった仕掛け、僕みたいなパフォーマーじゃないけどパフォーマーになって仕掛けをしておくと、これでね22本の作品の間に全部つないでいけるわけです。つながるんですよ、不思議と。だから一生懸命ね、慶応アートセンターでもこう死者の格好をして撮ったし、そうです、ね、一緒にね、あの、うん、久保君の近くのお寺に行って撮ったし、まあ、いろんなことを撮りながら死とは何かっていうことを見つめるために、なぜ撮ってるかというと、僕の作品の22本の間にこれを入れてつなぎたいから撮ってるんですよ。で見事につながるんですよ、僕の作品だから、うん、そうするとこの22本の作品がいろいろなメッセージ持ってるわけですよね、世界中で撮ってるから、うん、それと僕が生きたっていうこの証拠ですね、今こうやって作品して、それとつないでいって、ああ中島さんこういう作品を作って残したんだっていうことですね。それの中心になるのが僕の娘であったり家族だったりするっていう、うん、そういったコンセプトですね。だから三島由紀夫は切腹して、あの首をポロリと落として血がドロドロ流れたっていうのが三島由紀夫の死生観だったけども、うん、僕はやっぱりビデオでどう生きたかっていう死生観で撮りたいと思ってるんです。だから川端康成みたいにガス管を加えて死ぬっていうことはしたくないんですよ。なるほど。だから日本の作家のね、大事な一番面白いのはね、うん、死をどう捉えるかっていうところはね、日本の文学とかね、そういう映像やなんかの作家たちの面白いところだと思いますよ。ぼーっと死ぬやつはどうかしてるんですよ。あのマイライフの最後の断片として、まあ、もちろん最後じゃないかもしれない、途中かもしれないけど、ご自身がね亡くなるところすら撮れたら面白いですよね。そうですね、ご自身がね。ありがとうございます。じゃあ、はい、すみません、あのちょっと時間も大切なので、はいはいはい、ごめんなさい。じゃあ手塚さん、すみません、 VIC のちょっとご紹介をしていただけますか。はい、よろしくお願いします。はい、この今いる場所を見せればいいのかな。はい、あれですよね、うん、はい、どうぞ。1979年に初めてそのビデオショップ兼あのビデオレンタルショップとかっていうのを始められたんですよね。そうです。はい、でその時の場所とは今の場所は違いましたよね。手塚君のちょっとそこら辺のヒストリーも含めて今の場所に至るプロセスと今の場所についてを、はい、お願いします。まあ、中島さんにいろいろ言われちゃったからな、全然関係ない。この画面の右下にいるこの子供の写真は何ですか。子供、あ、これはアリナさんのアリナさんの子供の赤ちゃんの頃の写真。あ、そうなんですね。なんであるのか、手塚さん、わかりました。いい写真ですよね。僕はあの79年にビデオ専門店をやったのはビデオで、まあ要するに
言葉じゃなくてもできることをやりたいなと思ってて、まあ演劇とか踊りは声が上がる。だけのこともダメなんで。声がちっちゃすぎる。聞こえてる？小さい？聞こえてますよ。大丈夫です。あの、まあそれを、まあ状況劇場、土方辰巳等を、取っといた方がいいんじゃないかな。で、言葉じゃない何かが少し取れればいいなっていう程度でやってたんだけど、まあ、その頃1時間ビデオテープ1万円くらいして、お金いくらあっても足りないので、これちょっと稼がなきゃいかんと思って、ビデオ機材の専門店をソニーとナショナルと、あ、その人にパナソニックというのは、ナショナルとビクターと契約をして、ビデオ専門店をやって、そのお金を全部記録に追加。その後結構儲かりましたけどね。で、まあ、一応言ってから回しますけど、すごくビデオが普及して、僕たちがわざわざ撮らなくても自分で撮れるようになったので、まあ大体それで1990年代の終わりくらいにはもう仕事としては終わったかなというので、もうやってませんけれど。それで今日紹介するところは、吉祥寺って家賃がとにかく高くてですね、私が借りてるところで一番高いのは1坪20万で3坪で60万なんですね。でそれでは新しいこととか面白いこと何にもできないので、とにかくちょこっと安い家賃で実験的に大手会社の資生堂に行っててもここで利用できるかなっていうようなことをやりたいと思って、スモールの実験というのを、ここ今いるところ僕100坪あるんですけど、これからちょっと見せますが、こんなすごい狭いところを、月一番安いところで1万5千円にして、なんかみんないろいろ飲みの市みたいな面白いことやろうよっていうので、この場所を始めたので、ちょっと今歩きますね。カメラの方に行きます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、僕の声聞こえますかね。聞こえますよ。聞こえてるね。大丈夫だね。いや大丈夫。これでちょっと待って、いいや、ここの辺にしなきゃダメなんじゃないの。もうこの辺になってる。まあいいか、これでこんな小さいので見せなきゃ。ここは100坪をこのわけのわからない、あ、手塚さん、ごめんなさい、もし可能だったら、これこう発泡スチロールを捨てるときに、横画面で、ね、いいですか。発泡スチロールを捨てるときに足、これでもいいの、横にすれば横になっちゃうの、どっちでもいいけど、圧縮して捨てるやつ、なんだ中台じゃなくて、これはカネカがスポンサーでもらったんですよ。これを今新国立競技場を作った熊さんのゼミにお願いして、熊健吾さんですね、ただで作ってもらいました。今から行きますね。これちょっと絵が小さくて見にくいな、手塚さん、ごめんなさい、横にならないみたいで、ま、ごめんなさい手塚さん、すいません、縦でお願いします。よいしょ、すいません、こう、え、カメラがですね、うん、ごめんなさい、はい、お願いします。ここビルの2階ですが、こういう1階から上がってきて、こう寒いんでこのビニールになってます。こうなってきてですね、よいしょ、ちょっと端から行こうかな。前は小さな公園になってて、はい、公園ですね、あら、いいところです。いい場所ですよ。道路があって2階ですね。でここはもう借りてて、ここは何屋さんだっけな、電気工事屋さんがここ借りてます。でここが、本当メロンみたいな、ワークショップができるようになってて、国島さんという方がここで借りてます。ちょっと中継してます、すみません。なるべくこうしっかり見せないといけないね。手塚さん、すみません、今いらっしゃった方は、ね、真っ暗な、ちょっと待って手塚さん、聞こえます。国島さん、ちょっと開けていい？ちょっとすみません、あれですか、スモールの実験でアトリエを、はい、彼はこれから 3D プリンターを入れるらしいですけど、頑張ってます。こんな、ここはちょっとあれですね、小さいの、うん、これで声が小さいの、向こうの声を聞こえる。ここはなんかね、うちのものがなんかやってますね。こうなってきて、これね、すごい一箇所から一箇所に移動するのにね、なんかもう迷路みたいになってる。ここはなんかうちの店員が軍物を売ってるんですね。
こう来まして、今、僕がいた事務所、ここが事務所になってて、ワインの倉庫がここにもあって、ここにうちのワインがたくさん入ってます。すごいたくさんある。ワインの輸入もやってるので、こう来てですね、行くか、あの、そこ通っていけない。こっちからワイン。え？ゆっくり、そんな、ゆっくりなの？これあの、はい、中台というところで、ゴミを、まあ、捨てるわけですが、それを買ってきて売ってるやつですね。でこれはあの、ゴミなんです。すごいお金、はい、高いお金を作ってもらったオブジェなんですけど、この中で発泡スチロールで作っていいよ、だいぶね。作ったらですね、この部屋から出なくなっちゃったの、でかくてね。でしょうがないんで、すごいお金かけて3つに切っ飛ばしたやつで、今あの、カフェをやっていて、まあ、こっちがトイレですが、カフェ、ここはカフェと、その映像が出ないじゃん。キッチンがあるんですが、大丈夫、分かってます？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。キッチンは、平日1万円、土日1万2000円でここ全部貸して、はい、こっち側が、あの、何でも使えるようになってます。それで、これからやるのはですね、お電話と、あの、これ中台から今持ってきてるんですが、さまざまなゴミを小さなものなんですね、グラムで売ったり何かしながら、これでこれから雑貨を作ってみようっていうワークショップをやろうかなと思います。面白い。うんうん、それはまあ来年ね。で、あの、来年1月17日にこれ映るかな、あのデトロイトから武蔵野へっていうイベントをやります。これはどういうイベントなんですか？であの破壊された町デトロイトから武蔵野、あの特に武蔵野の北口なんですが、そこを、考える会で、平井君っていうデトロイトのレポートを書いた面白い人で、この写真はこのデトロイトの写真集ですごい高いんですけど、廃墟、こんなに見えるかな、見えます？見えますよ。見える。それであの真ん中で、なんだっけな、タイトル忘れたな、世界の潮流から土地を考えるっていう、あの菅助さんっていうカリスマの編集者がいますね、あのアパレルの彼にお話をしてもらって、最後にごめん、三浦敦さん映るかな、はい、に吉祥寺をデータ上ちょっと分析してもらうっていうイベントを1月17日にやりました。で、こうなってきて、これちょうど今ほら VIC っていうマークが見えると思いますが、はいはい、これが僕が行ったところです。で、こうなって、これで大体今で半分ですが、あの、こんな雑貨を売ってると。一応キッチンも店よね。これあの、私の僕収集癖があるので、いろんなあの、まあ、いろんなもの持ってる。で、ここがキッチンだな。ここ食べてる人がいましたけど、これ、ここがキッチンになってます。それで、隣のところがですね。手塚さん、はい、どうぞ。手塚さん、ごめんなさい。先ほどのキッチンとは別なんですね。これは VIC のキッチンで、先ほどのキッチンはレンタルしてるキッチン。いや、ここもレンタルするようになってます。あ、そうなんですね。で、ここが、あの、パンを全部作れるような仕組みになってて、これは1日5000円でお貸しできます。ここで結構パンを作ったりする人がいます。やっぱあの、何これわかんないんだよ。これあの、小豚の丸焼きの機械を僕が買っちゃったので、置くとこないんで、こうなってきて。これ実際使えるんですか？使います、使います。ガス用のね。ここはなんかアパレルの人が入ってて、はい。マグロの解体ショーみたいに、ぜひちょっと小豚の、丸焼きワークショップを。やられたら面白い。なんとかやりまして、結構あの美味しいのできますけど大変ですけどね。ここはあのアパレルの何作かなの人がこうお店をやってますね。これはあのまあ僕の収集みたいなもんですね。上はあの結構照明がたくさんあって、こう見えますかね、照明ね。見えます。照明とかチャンデリアですね。でこのあのスキー板もこの中台から買ってきて、これはあの下北沢でやっぱり熊健吾さんにデザインしてもらって、焼き鳥屋をこのスキー板でテーブルとか椅子とかで作りました。これうちの自転車屋ですね。
で、こうね、ちょっと、だいたいこう、ちょっと早いかな。ゆっくりいきますね。よいしょ。ここは、吉祥寺時間っていう、吉祥寺の小冊子っていうか、地域紙を作っているところが、ここに編集室を借りていただいてます。これですね。吉祥寺時間が海老名時間だとかで。で、ここにある、この、赤いサインですが、これ僕はベルリンに行った時に、のみの市で、ベルリンの看板のこういうのを売ってるところがあって、これコンテナで2つ買ってきまして、これで下北沢の駅前の駅上っていうところの、これも熊さんにお願いして、このサインで店を作りました。これはサイン。そうです、サインで、まあ本当に資料があるといいんですけど、ちょっとここにもうすでに入ってて仕事してらっしゃる方が通ります。どうも。ブライダルの仕事をしてる方です。これはもうね、サインがね、みんないいとこばっかり使われちゃって赤しか残ってないっていうですね。で、これは僕のどうしようもない蔵書ですね。それで、あ、そうそう、これね、あれビデオで井村久美子さんといろいろやってるので、この、こういう絵を彼に描いてもらってます。お店のね、電気屋のやつです。こうなって、ここが事務所ですね。ここに戻ってきました。いや、もう迷路ですね。このアパレルが結構売れてて、うん、なんかこういうの買うんですね。なんかリメイクして売ってるらしいですけど、だいたい1、2万円くらいですけどね。やってます。これで映りましたね、自分がね。戻ってきました。こんなところでよろしいですかね。ありがとうございます。なんかこう、リサイクル。はい、これ、タッチ。香りこう置いとけばいいね。中島さん。中島さん、ごめんなさい。手塚さん。はい。先ほど、ゴミを集めてっていう言い方されてましたけど、ものすごい量ですよね。リサイクルみたいなことでまとめちゃってもいいんですか、それは。リサイクルとは何か別のものなんでしょう。もうね、ごめん、中台っていうところ何年くらい前からかな。フライタグっていう、車のフォローでバグ作ったりなんかするので、はい、3万で随分高いなと、ゴミなのにとか思って、うんうんうん、で、あれで、ホロのリサイクルができてるのかどうか分かりませんが、中台なんかも、パネル、光で、ね、電池やるやつなんですから、で、テーブル作ったりして、それで作っ蛍光灯です。蛍光灯じゃないですか。なんだっけ、ネオン管、太陽光で電池作るやつなんですか、太陽光パネル。ソーラーパネル、ソーラーパネル。それでテーブル作ったら20万とか30万って言ってなかなか売れなくて、それだとやっぱりこう回っていかないので、ゴミが。で、僕さっき言った小さい小物で、あれたくさんあるんですよ、いろんなものが。黄色いキャップだけとか、あれで雑貨を作って、まあせいぜい1000円から3000円くらいのものでぐるぐる遊びでやったらどうかなっていうのを、来年ちょっとワークショップをやるようにしました。今僕売ってるものが、電気屋の後は、大きなデパートに、出している雑貨屋さんが、1年でモデルチェンジすると全部廃棄するっていうのがあったので、例えばかつてはナイキの靴は全部弓の島にカッターを入れて捨てられるみたいなのがあって、あんなのもったいないじゃないか、なるべくじゃあ10万円のものが僕が2万円で買えば3万円くらいで売れるっていうのを、この、そうですね、15年くらいやっていて、いきなりキッチン用品、フィスラーとかですね、5万円くらいするものが、1万5千円とか1万2千円とか、とっても安くって、なんでこれ宣伝なくしてるのか分かんないけど。いや、いいですよ。まあ、で、今は、その、家賃が高いから、その、今やってワンブース1万5千円、2万5千円、3万5千円までですけど、で、貸しながらみんないろんな人と交流をしようというのを今ここで。ああ、なるほど。いや、本当面白いですね。何屋さんってもう言えないですよね。もうなんか、ありとあらゆる、とりあえずイベントがたくさん、
こう同時に起こってるというか併発しているような場所としか言えない感じがしますね。まあ、ビデオについてともう全然もう関係のない場所に来て、特に言葉でないものをと思ったんだけど、うん、あの例えばあのソフトミュージアムに次に来ると思いますが、はい、ソフトミュージアムの時も、はいはい、あの例えば、19世紀くらいか、あの百科全書、あ、はい、エンクロペディアを作った時、ディドロとこれで、はい、ディドロ・ダランベールか、その、はい、これで世界はこの中で全部あるぞっていうのが百科全書だとすると、はい、その時代って、ちょうど専門性がすごい進んで、人間が急に何十倍にもなって、まあ、オルテガが言うところの大衆化社会っていうのができて、全貌を見ることができないようになったので、でもやっぱりこれが全貌だぞって百科全書、あれ言葉の塊ですからね。でもその言葉でないもののこれがね失敗だったんだけど、百科全書みたいなものをビデオで作りたいな、ソフトミュージアムってそういう考えだったんだけど、あ、すごい面白い、全部見ようっていう考えそのものがその極めて近代的な考えで、まあ、これはダメだなっていうのが最近分かってきて、まあ、そんなところです。いや、すごい面白い。いや、今の話ごめんなさい、ちょっと続けるとごめんなさい、長くなっちゃいそうなので、ちょっと後のソフトミュージアムの方に回させていただいて、はい、一つだけ質問させてください。あの手塚さんにとってその場所ってどういう場所ですか？それはなんか後世に何か資料として残したいみたいな場所ですか？それとも消えていってしまっても構わないような場所ですか？自分でこういうことをやって言うのもなんですけど、多分、はいはい、全ては消えていくでしょうね。なるほどなるほど。こういうふうにやっても、あの中島さんみたいにアーティスト全として生きることができなく、なるべく作ることをやめて逃げちゃおうかなっていう人生なので、せめてスイッチをして、なんかあの、ね、みんなに分かれることをやれればいいなっていう感じなので、多分残す、この場所も、はい、コロナの来る前、すっごいやっぱり飲食店が多かったので、大変 で、うん、で、ここもすごく吉祥寺にしては家賃が安いので、でも、引き払って違うところ、事務所に。こうかなと思ったんだけど、たまたまこのスモールの実験っていうのはもっとでかいところでやる企画でいろいろやってたんだけど、やっぱり家賃が高くてできないので、やめようと思ったここで家賃がせめて取れるくらいやれればいいから、じゃあやろうかなと言って、まあ細々と始めてるけど、まあ割と面白いですね、いろんな人に。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、本当に僕としては手塚さんご自身はなんか、制作することからなるべく遠ざかって、スイッチをこう、押すだけのことを、まあ、ビデオというふうに返してやってみようと、はい、っていう話は、はい、今、ごめんなさい。ビデオをやったときに、はいはい。ビデオでしかできないこと、これはだから近代芸術の宿命みたいになってるんだけど、で、原稿依頼とかあったんですよ、ビデオ広場の。一回だけ書いたけど。で、文字を書くことはやめようと思って、実に1972年くらいから1998年まで一切こう文章を外に出すっていうことをしなかったんだけど、今考えてみればメディア、まあそのビデオもそうだし、雑誌もそうだし、テレビもそうだし、もう表現できるものは何でも使って表現すればよかったのに、なんであんなに頑なにビデオ以外に発信しないと思ったのか分かんないけど、やっぱ病気でしょうね、その頃の時代。そうですか。僕はすごく連続してるモチーフだったり方法だったりが今もある気がしてるんですけれども、まあ、ご自身の観測地点とは違うかもしれないですけど、ちょっとそんな話も後でさせていただけたらなと思っています。ありがとうございました。はい、はい、じゃあすみません、中川さんよろしくお願いします。はい、もしもし聞こえますか？聞こえます。あ、はい、音大丈夫ですか？聞きやすいですか？はい、あ、わかりました。はい、こんにちは、ご無沙汰しております。はい、こんにちは。自己紹介から入った方がいいですね。
や実はグラフィック社とかのこうで入稿の締め切りが年末進行で今日にかぶさってしまったのであまり準備ができていないんですが、まずそうですね、せっかくアトリエだからまず作品をちょっと紹介させていただこうかなと思います。これはあれですかね、画面共有がいいですか、それともチャットの方に URL を貼った方がいいですか。あ、画面共有でお願いします。画面共有で分かりました、はい。クロームのこれでいいのかな。これチャンネルのコンテンツっていうの出てますか。はい、出てます。分かりました。僕はですね、いろんこういろいろビデオに関するデジタイズとかアーカイブに関することをちょっと仕事にしていて、ソフトミュージアムに関係ありそうなことだと、中谷さんのグリーンランドのハイエットなんかは僕が全部デジタイズしたものだったりしますね。で、本来だったらそういう機材が全部あればいいんですが、それはなんか別の会社の倉庫の方にある機材を使わせていただいているので、僕のアトリエにあるのはこう基本的には物を作るものとか展示に使ったものが基本的に戻ってきてこの場所に置いてあるっていう場所になります。で、本も保存しておきたいものとかは基本的に、書斎の方に置いていて、ここにあるのはなんか制作しながら読むものとかそういうものが主になりますね。で、デジタイズとかの仕事をしながら、映像作品も作っているので、ちょっとそれをの紹介の動画があるので見ていただこうかなと思います。これはですね、バーネット・ニューマンのワンメント6っていう絵画を、ね、ネット上から自動的に全部集めてきて、でそれを全部 AI を使って同じサイズにトリミングというかこう画角を合わせ直すっていう処理をしています。で作ったスライドショーですね。こう抽象絵画においてすごく色って重要な気がするんですけど、で僕はこう普段デジタイズをしているので色に対してすごく敏感になることを迫られているんですけど、デジタルってこう完璧なコピーが作られるようでいって、実はものすごい亜種がこういうふうに誕生していくんですよね。でその可能性みたいなものというか、なんか有機性みたいなものをこう展示できる形にしたいなと思って、こういう作品を、まあ今作ったりしていますが、これもちょっと著作権的な問題があって今大きいところでは展示をしていません。で面白いですね。これは今実際見ている僕らのモニターでも全然違いますよね。あ、多分そうです。あ、インターネット不安定って出た。ですね、これはこのアルノルフィーニポートレートっていうファンエイクの絵画があるんですけど、これをこうアートウィキっていうサイトで表示されているサムネイル画像を取得して、コンピューターで全てのピクセルを Excel で並べ直したものが左の図です。コンピューターから見ると一番左上が大きい数字に見えていって、一番左下が一番小さい数字に見えているっていう、僕はデジタイズっていうのは全部ピクセルに修正していくことなので、でもまあそれってコンピューターから見えたら全く別のものに見えるんじゃないかっていうのを使ったりして、最近はこういうアプローチを使った作品をしています。でこれは本物の絵画と同じサイズのアクリルに出力するような仕様になっていて、本来であったら同じ額に入れたいなとか、また裏側、絵画の裏側に書いてあるメモ書きも全部再現したいなと思ったりしているようなシリーズに。短いものが、ちょっとそれと、
あとはですね、僕が自分の作品をギャラリーに売ったりとか、あとコンペティションに出すときとかにネットにアップすることを求められるんですけど、そういうときに僕実はデジタルの透かしを入れてるんです。で、コロナになったときもちょっとそれをこう紹介する機会があったので、どっちかな。いわゆるこうお札とかでも透かしってありますよね。ライトに当てると。はい、違うイメージが見えてくる。同じようなことが、はい、できてるってことなんですか？そうですね。これは、多分コマ数がすごくそちらで落ちて再生されるんじゃないかなと思って、うんうん、あ、音がうるさい。これが多分元の映像でですね。これ見にくいですね。すいません。ウォーターマークか。さっきの映像を、僕が例えばネットで YouTube とかに上がってるのを見つけて、僕の方で持ってるソフトウェアの方で修正をかけると、こういうふうに2020年のステイホーム期間に作ったものだなっていうのが浮かび上がるような加工をしてから全部こうデータを送ったりしてるんですね。それはなんか僕が仕事、はい、なんか特殊な条件下で浮かび上がるんじゃなくて、もうずっと入ってる透かしなんですか？何かをすると浮かび上がるっていうことじゃなくて、ずっと入ってる。いや、何かをさっき見ていただいた映像にもすでに入っていて、で僕がそのデータをダウンロードして僕だけのこうデコードをかけると浮かび上がってくるっていう。はあ、なるほど。そこでシンセーサーっていうものをテストできるってことなんですね。そうですね。こうウビューウェブとかで例えば作品が公開されたりしてるものがあって、で僕がこう担当してる作品が実際アップロードされてたんですね。しかもちょっとデュレーションが変わったような状態になっていて、一体いつのバージョンが流出したのかなっていうのがすごく気になったりしたんですけど、まあ僕の場合だったらそういうことが起こらないかもしれないですね、こういうことを講じることで。でもこれはなんか自衛としてやってるというよりは、もちろん誰かが配布した時にそれは僕にとってはすごく面白いことなので、それを確認する手段を持っておきたいっていう僕なりのこう作家性というかスタンスであったりします。なのでちょっと消極的だけど、これも僕にとっては作品ですね。制作行為です。で一番新しい作品がなんかすごい変なものをちょっと作ってしまっていて、これこの間、大学の東京芸術大学の学内展で提出したものなんですけど、これが中央に映ってたブラウン管の画面なんですね。でこっちは資料として展示してあるブラウン管です。ブラウン管ってこう 720×480 の、まあ、ドットで表すことができると思うんですけど、それぞれ256パターン ×3 色の組み合わせでしかないので、莫大な数ですけど有限の数を再生してるだけなんですよね。なので僕はその有限の数が全部0が記入された状態から1ずつ追加していくスクリプトを作って、でこっちの画面にはですね、この身近なところにある写真とかが出てるんですけど、例えば、
その1ずつ追加していくこのテレビを、さっきの中央に据えてあった方のテレビですね、あれを、3.27×10^2450万乗実年と151日と6時間と53分放っておいたら、この緑の風景と全く同じ状態になりますよっていう。その画像を知ってるわけじゃないんですけど、そこに出てきてしまうっていう。で、ブランカで表示しうる全てのものがそのスクリプトの中に含まれているので、例えば黒澤明のどの画面のどのカットであっても必ずどこかに出てきますし、こう例えば来年発表される映画とか10年後の自分のポートレートとかも全く同じ画像がたまたま表示されてしまうっていうブラウン管を作ったりしています。でこれはもう過去と未来を全てアーカイブする装置っていう副題をつけていますね。面白いですね。なんかまあ昔バベルの図書館という構想がまことしやかにささやかれていて、はい、あらゆることが、まあ、01の集合で表現できるんだとしたら、書かれてなかったテキストも、これ今まで書かれたテキストも全てが、はい、01でデジタルで書けるんだみたいな話ありましたけど、はい、だからそういうボルヘスですね、つながるように、はい、それのブラウン管版になりますね。これ全部作られてるのがそのスタジオなんですか、はい、アトリエなんですか。そうですね、ここ例えば、ちょっと画面共有切ります。今画面戻りましたか。戻りました。共有止まりました。はい、そうですね、ここで作るものもあるんですが、例えばこの、そうだな、さっき展示されたブラウン管とかがここにこうあったりしますね、うん、ブラウン管ですね、うん、で例えばこっちにでかい冷蔵庫があったりするんですけど、これは今僕、はい、これ冷蔵庫です。これ今僕剥製を作品で作ろうとしてて、その剥製を作るために用意している冷蔵庫になります。何の剥製を作ろうとしてるんですか。今はとりあえずですね、バナナの皮を、はい、美術館に収蔵可能な状態にしようと思っていてなかなかチャレンジングです、はい、で人体の刺激血栓とかで使われるプラスティネーションっていう技術があるんですけど、その冷凍置換法っていうものをちょっと使って、腐らないようにしようかなと。レーニンとか毛沢東を保存してる技術と同じやつですね。ああそうかそうか、はい、で、うん、あれ自体がもう霊廟とミュージアムがこうくっついたものですごく面白いと思うので、まあ、それをちょっと端的に表現しようと思って、でアトリエに冷蔵庫入れちゃったんですよねはい、そのもの自体を、まあ、その入れるってことですよね。そうですね。なので僕はもっとめちゃめちゃそのものの方が多くなってしまいますね。こう見渡して大体わかると思うんですけど、僕のこのアトリエはもうさっきの中島さんの部屋になりつつある途中の状態みたいなものだなと自分で思います。最初に見せていただいた映像作品とかって、はい、こう一見パソコンのこう操作だけで完結しそうなんですけど、はいはい、そのあの作品だけを見てると高川さんのお部屋がこんなに物で溢れてるっていうふうに見えないわけですよ。そうですね、うん、ものすごいもう逆説的ですけど、ものすごいミニマルな映像作品を作られてるので、多分映像だけを見てる人にとってこのアトリエはすごく意外な。そのご自身はどうですか。 そうですね、そのものとここに溢れているものと作品の関係性ってどういうものなの、どういう関係性なの。例えばアーカイブとかで使ってる機材があるんですけど、はい、こういうのはほこりが舞うから基本的には綺麗な部屋に置いてるんですけど、型落ちすると下に降りてくるんですよね
なのでかつての作品を作ったものとかデジタルのものでもこういうところに あったりします。で、あとそのデジタルに行くのもやっぱライフスタイルとかが影響していて、今あんま子供がいて動いたりとかがあんまりできないんですよね。あ、その今子供4歳なんですけど、でそうこうあんまりこう詰めて物をトンカントンカンやれなくなってるから、ちょっとデジタルに集中してる時期っていうのはありますね。でそれのちょっと前はちょっと出張が多すぎて1年で3ヶ月ぐらいはもう外に行ってるみたいな状態の時とかは、今度移動中にカメラを回すということをずっと続けてた時期もあります。で結局それは例えば僕を後に調査する人が出てきた時に、あの時はまあ島に行ってましたもんねとか上海行ってましたもんねとかがこうつながってくるように作ろうとはいつも思ってますね。ていうかあれですね、だとしたらアトリエっていうのがその場所だけじゃなくて、そのなんか制作現場っていうのがもう少しこう拡張されてる感じですか、はい、その旅行の途中とかの電車の中とかもある種のですね。でもその片鱗が、うん、あそうですね、こう溜め込む習性があるので、移動した先で得たものとかがここには集まってきます。なるほど、最終的にこの部屋に全部こうフィルタリングされて、うん、こうザルにかかるみたいな感じなんですかね。層が出来上がりつつありますね。なるほど。中川さんとかはこう、はいはい、どうぞ。あとこう作家の手伝いをした時にもらってきたものとかもあって、なんかマルティン・コロンプトっていう作家を2001年に搬入手伝った時に、オーストラリアの作家なんですけど、こうすごいこうこのオレンジの立派なクレートを2個作ってきたんですよね。かっこいいですね。で輸出はできるけど、そのオーストラリアって厳しくて自然環境に、木材で作られたものをもう一回入れれないんですよ。訓定しないと。でクレート作ったけど送り返せないってなって、じゃあもらえますって言ってもらってきたものがこうやって僕のアトリエにあるみたいなこととか、そういうものもちょこちょこありますね。あと皆さんメディア詳しいので、こう DVD とかをパブリッシュする仕事とかもしていて、まあ、DVD ですよね。これ21ビで出したやつですけど、これの前だとまくり広げるっていうDVD が2枚ついたカタログなんかも僕の方でプレスとかまで行ってるんですが、以前この DVD をプレスする工場に持っていくときに DLT っていうテープに焼かなきゃいけなくて、で今見せてるのがその DLT のドライブになります。でテープは今出てこなかったですね。これで、ね、テープで納品をすると向こうから DVD になって1000部とか2000部とか上がってくるっていうのが、以前僕が10年前とかよくやってた仕事になりますね。でもそれももう型打ちして今ここにもったいないから置いてあるという感じになります。中川さんにとったアトリエってどういう場所ですか？アトリエ、そう、アトリエ公開って言われた時に僕もやっぱりここがアトリエなのか、うん、まあ小屋なのか、書斎なのか何なのかすごく分からなくなりましたね。でも僕は結構その生活する空間とアトリエをそんなに離したくない方なので、うん、ここも、ドアを1枚隔てれば普通に今につながってたりします。なのでもう生活をする部屋そのものっていう感じはありますね、うん。なるほど。じゃあ制作と一見直接関わりのないものたちもそこに集積されていくっていう。あ、そうなんです。結局なんか、じゃあ子供が大きくなってこの椅子使わなくなったねって言ったら、ここにバンバン奥さんとかが投げ込んでくるわけですよ。面白い。これがなんか多分ちょっと車で5分とかしたところのアトリエだったらそんなことは起こらないんでしょうけど。いや、面白いですね。そういう意味では結構ノイジーな、うん、場所なんですね。
あ、そうですね。でもノイジーなのが好きでももちろんあります、うんうん、逆のこともあって、こう気づいたら捨てられてたりということもすごくあるんですよすごい。でこれは僕にとってはすごい痛手で、うんうん、まあ、なんか鍵をかけるとは言わないけど、なんか大事に見える場所は作っとかないといけないなって思ったりもします。先ほど中島さんもこう奥さんが売っちゃったとかそういう話ありましたけど、中島さんの祭壇みたいな場所は必要かもしれない、まあ、あ、そうですね、さすがにあそこに乗ったものはなんで僕も祭壇を作ろう本当ですねなんかやっぱり、うん、あの似てる部分がありますね。あのお三方とも、あの何か集積するっていうことに関しては、あの意図せず集積するされてるパターンと、意図しながら集積してるパターンも両方あると思うんですけど、ね、皆さんの場所、集積する場所そのものだなと今ご紹介いただいてて思います。ありがとうございます。すみません、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。飯田さん、意外と冷たそうだけども、なんか冷たくないね。冷たくないですね、なんかちょっと意外と意外と温かい感じですよね。中島、あ、そうですね、あの中川さんのなんかこうマインドともこうつながっているような感じします。すみません飯田さん、あのかなり発散している状況で投げられても困るかもしれないんですが、はい、まあ、あのちょっとだけで構わないので、今のその、まあ、各、3社の方たちのアトリエを、まあ、見せていただいたんですけれども、まあ、何でもいいので、感想でもいいので少し一言いただければ。はい、もうちょっと自己紹介からですかね。まあ、簡単に申し上げますが、僕は最初にちょっとお話しいただいたように、まあ、メディアの歴史研究が専門でして、でしかもまあこれまではどちらかというと、まあ、戦前戦後すぐぐらいまでは扱っていましたので、特にはテレビですね、ビデオよりもテレビのことを扱ってましたし、まあそのアーカイ、まあ、テレビなのでこうまだビデオがない時代ですので、まあ、アーカイブではなくても消えてなくなる放送をずっとこう研究対象にしてきてました。ですのでこう、まあ、ビデオアーカイブについてこう直接こう何も言える立場では、まあ、ないんですけれども、なんかこうメディアの研究でも最近はこう、まあ、こうなんていうんですかね、こうワークスペースのこう人類学的な研究ですとか、まあ、ビジネスエスノグラフィーみたいな言い方をしますけれども、まあ、やっぱ放送現場の記録とかもやっぱちゃんと取っていかないといけないみたいなこととかも盛んに言われるようになってきたので、やっぱりちょっとそういうあたりを勉強している立場からすると、今日のお話といいますか、見せていただいたもの非常に興味深くてですね、でまあ、ちょっとこう堅苦しい話ですけど、最近ラトゥールのアクターネットワークセオリーとかって、まあすごいまあ、再評価されているような中で、まあ、そういうワークスペースの人類学みたいな話も、まあ、人がどう工夫して何かを使いこなしてるかっていうふうに、まあ人を主体で見ていくんじゃなくって、逆にこう人と物がどういう関係で結びついてて、主体的に使う部分もあるんだけれども、まあ、逆にこう物の配置とかに人が規定されていたりだとか、やっぱそういう面をすごいやっぱ大事にする物の見方が主流になっているので、やっぱそういう面でも、まあ、例えば中島さんがこの間インタビューの際にお伺いした時におっしゃにもおっしゃってたので非常に印象に残ってるんですけど、そのビデオアーティストがやっぱ機材と一体なんだっていう言い方って、ものすごいそういうなんかアクターネットワークセオリーにかなりこう通じる捉え方だなっていうふうに思いますし、先ほど の中川さん の、まあ、やっぱり生活空間と連なってて、やっぱそれに規定されたりだとか、出張ですとか、あるいはまあお子さんの、うちももうまさに同じような状況で、やっぱりまあ子どものライフステージとかによってやっぱり研究のスタイルみたいなことが変わって、それでやっぱ物の配置とか変わっていくっていうのは、結構割とこれまでそういうことって本当に見落とされてきた話だなっていうふうに思いますので、やっぱそういった面からも非常に面白かったです。ちょっとどういう立場からコメントしてんだって思われるかもしれません。いや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 、なんかすいません、はい、ありがとうございます。すごい簡潔になんか主要なポイントまとめてくださってありがとうございます。要は物たちが まあ、ある種のこう主体的な、単にこう作家にとって、またはこうそれに関わる人にとっての客体ではなくて、主体的なアクターであり、かつ、エージェントでもある、媒介者でもあるというような、まあ、発想ですよね。ラトゥールの発想。で、もう本当にその話っていうのは、先ほどご紹介した、この滝口修造の、まあ、書斎の話とも実はつながっていて、滝口修造自身も、その部屋っていうものが、自分が、こう、その城の主として機能しているような、そういう場所ではなくて、
むしろ積極的に自分を破壊してしまうようなものたちに囲まれながら、まるでこう自分と物が同時に再構築されていくような場所として考えているんですよね。で、今の、ちょうど飯田さんがおっしゃってくださったような、物と機械とか、あ、ごめんなさい、物と人とか、機械と人との関係性っていうものが、主従ではないような関係性としてあるっていうのは、手塚さんが、少し僕はスイッチを押すだけだみたいなことを言ってね、らっしゃることともつながるのかなっていう。そのビデオが捉えるこう世界っていうものの、まあ、可能性にかけたというところもあると思うんですけど、ね、ありがとうございます。非常に的確なコメント。